家庭菜園ライフ。千葉県野田市で野菜を栽培しております、ママイチ農園の瀬野です。今日は野田市で栽培されています枝豆の品種についてご紹介したいと思います。野田市が産地っていうのは醤油の町っていうのもありますし、東京江戸に近いっていうのからやっぱり枝豆が盛んに栽培されてたと聞いております。今日は5つの項目でご説明したいと思います。1つ目が甘みが強い、2つ目が収量が多い、3点目が香りが強いで、4点目が旨味が強い、最後は手始めに栽培してほしい品種のご紹介です。まずはじめにこちらの表を見てください。これは、私なりにちょっと市場に向いてるとかそういった場所場所に向いてるところを分析したまとめた資料になっております。ぜひ皆さん参考にできればと思います。じゃあ今日はこういった考えで少しずつ、ご紹介いたします。1つ目は甘みが強い枝豆です。まず1つはですね、天下峰という品種があります。もう一つは札幌緑というのがあります。この2つはですね、極早生シリーズの枝豆でして、早く収穫しないと黄色くなってしまうという特性があります。そのまま茹でてそのまま新鮮な味わいを求めたい方にはおすすめの品種です。大量に作るというよりも限られた面積で適宜すぐ収穫できるような状態の人におすすめです。甘さが強いっていうのは どっちも似てるんで、栽培される方の、好みによって分かれる、メーカーさんで選ぶ人もいるし、あとは食べてみた感覚で、こっちがいいっていう、本当に枝豆っていうのはやっぱり食べてみて分かるっていう形が多いので、栽培してこっちは良かったな、食べたら今度こっちにしようっていう指向性が強い植物なので、どちらか食べて選んで、来年はじゃあこっちを作ろうか、今年はこっち作ろうかみたいな、楽しみが増えていいと思います。2つ目、収量が多い品種になります。こちらはですね、さや娘と豊房などが挙げられます。収量が多いのはですね、房が大きいっていうのとさやがたくさんつくっていうのが特徴になっております。比較的花がつきやすくさやがまとまるっていう品種ですね。基本的にやっぱり花が咲いたら花粉受粉するんですけど、そのやっぱり風でその花粉を飛ばさないようにするのが一つポイントだと思いますね。我々の中でやっぱりトンネル栽培結構するんですけど、花粉が他に流れていかないようにちょっと工夫をしている形ですね。春先なんか結構春風が結構強いので、花が咲いてからその花粉が飛んでいってしまう率というのはやっぱり高いと思うんですよ。たくさん食べたいっていう人とかですね、見た目が青いのが好きっていう人にお勧めしてます。3点目の品種はですね、香りが強い、おつな姫と神風花の2種類があります。香りが強いというのはやっぱり茶豆風味の匂いが強く感じられるというのが特徴です。茶豆が好きな方におすすめなのが先ほどの2つになります。温度管理とかやっぱりその水分管理、その辺のコントロールがやっぱりみんな一緒だと思うんですよ。香りを楽しむ、やはりそのまま茹でて食べるっていうのが一番おすすめだと思います。いろんな料理あえたり、炒めたりっていうのもいろいろあるんですけど、基本的にはやっぱり茹でてすぐ食べるっていうのは香りも強く感じられます。4点目がですね、旨味が強く甘みもあるという品種になります。品種についてはですね、湯上がり娘と夏風花があります。これは湯上がり娘に特化した形になってしまうんですが、ブドウ糖と諸糖の値が非常に高く、そういった点から旨味が強く出てきています。栽培の特徴としてはあまり早くこう栽培できないっていうのはちょっとあります。中手くらいから本格的に栽培していっていただくっていうのが、おすすめな形になっております。7月の上旬をめどに、気候も考えて発種していく予定になっています。やはり茶豆系の特性が出てますので、やっぱりその夏になると茶豆の濃い香りが味わいたいっていうのは一般的に多いので、やっぱり夏初夏に向けて出荷できるようなスケジュールで段取りしています。これからもし家庭菜園さんのところで始めるようでしたら、トンネル栽培で防虫ネットをかけるなど、そういった対策をまず取っていただけるのが一つ手かと思います。味が濃くなってますので、いろんな調理にも使えるかと思います。パエリアとかなんかいろんなね、加工したいっていうのも結構楽しんでいらっしゃる方も、料理研究家でもいますので、いろいろ使えると思います。手始めにまず作っていただきたい品種なんですが、さや娘という品種があります。こ
これはもう収量がたくさん取れますので、まあ、青豆系という、まあ、香りはちょっと強くはないんですけど、みずみずしさがちょっとありますので、そういったものからまず手始めに栽培してみてはいかがでしょうか。さや娘だけじゃなくて、まあ、枝豆栽培、まあ、全般なんですけど、温度とやっぱり水の管理きちんと保っていくように心がけてほしいなと思います。温度管理についてはやっぱり高温になってしまいますと葉が焼けたりとか地面の温度が上がったりとかしてですね、栽培に適さない温度になってしまいますので、温度の調整というのをしていただきたいのがあります。水の管理に関しましては、さやがつき始めの時とかですね、水分がやっぱり欲しい時期になりますので、そういった時には水を換水してあげるとか、そういった心がけをしていただければなと思います。栽培については種の後ろにですね、まあ、栽培予定というかスケジュールみたいな栽培適時というのを書いてありますので、そちらをご参考にしていただければと思います。今日は野田市で栽培されている枝豆を5つの項目でご説明させていただきました。豆市農園の情報は概要欄に記載しております。ぜひ見てください。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。